グレーターロンドンオーソリティまたは大ロンドン庁はイングランドのグレーターロンドンにおいて最上位に位置する地方自治体である。直接選挙により選出されるロンドン市長及びその権力を監視する25名のロンドン議会議員から構成される。1998年に実施された住民投票の結果を受けて2000年に設置された。1999年 グレーターロンドンオーソリティ法及び2007年グレーターロンドンオーソリティ法に基づいてロンドンの行政が執行される。交通、警察、経済開発、消防、救急などの幅広い分野にわたって権限を有する戦略的な地方行政府である。ロンドン交通局、市長公安室、ロンドン開発公社、ロンドン消防、 緊急時計画局の4つの機関を設置して、それぞれの分野における公共サービスを提供する。ロンドン市長の政策方針は、ロンドンプランの法令上に詳細に記載されており、これは定期的に更新され、公表される。1986年、保守党のサッチャー政権により、クレーターロンドンカウンシルンが廃止された。GLC の廃止にあたって、その戦略的な機能は、 中央政府、またはロンドン特別区の各カウンシルから選ばれたメンバーによる合同協議会により統制される団体へと移管され、行政サービス機能の一部もカウンシル自体に委託された。その後14年間はロンドン全体を包括する単一の行政体は存在しなかった。この当時の労働党は決して GLC の廃止を支持することもなかった。そして、 改めて自然域から構成される行政府を設立する方針を固め、2000年にクレーターロンドンオーソリティを設立する運びとなった。労働党は直接選挙で選ばれた市長及び、それを監視する公選の議会の双方により構成される単一の政府に関する政策方針を採用した。このモデルはアメリカの都市を元にしたものであるが、一部分は かつての GLC に少しは類似させるように意図して作られた。1997年の総選挙で労働党が勝利した後、1998年3月、その政策の概要が A メ e m ーアセンブリー o ロンドンという表題でホワイトペーパーにまとめられた。ロンドン特別区カウンシルでの選挙と並行してグラーの設立の是非を問う。 住民投票が1998年5月に実施され、投じられた票の72%が設立に賛成するものだった。そして1999年、グレーターロンドンオーソリティ法が英国議会を通過し、同年10月に女王より直挙を受けた。論争となった選挙運動の中で、当時の首相とニー・ブレアは、市長選でリビングストンが、 投稿人の候補となるのを阻止しようとした。これに対して、リビングストンは無所属の候補として出馬する姿勢を示し、2000年3月に労働党から離脱した上で市長選に出馬し、初代ロンドン市長に当選を果たした。こうして当選した市長と議会議員は、権限を実際に引き継ぐまでの移行期間を経て、2000年7月3日のグラ設立とともに、 正式にそれぞれの職に就任した。グラの権限が及ぶ地域では、その交通、警察、消防及び救急、並びに開発及び戦略的計画を担う。これらの公共サービスは、グラ本体から直接に提供されるわけではなく、グラの参加にある4つの機能的な組織を通して、市長及び議会の市政方針のもとに実行される。以下にその4つの組織を示す。 2005年11月、グラは自身の権限について調査、評価した諮問文書を公表し、ゴミ処理、都市計画、住宅、教育、技能の分野を含めてさらに権限を強化することを提案した。諮問結果及び最終提案は、コミュニティ、地方自治省より2006年7月13日に公表された。ありがとうございます。